皆様こんばんは遺体管理人の香葉佳林です今週もよろしくお願いいたします今週のアシスタント在宅介護六年生広島の智美さんはお休みですえさて第二週の今夜ですが今回もになりますかね 訪問看護花さんから、お二人来ていただいております。えー、花さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、えっ、ー、と、十二月ですよね。十二月の第二週の時に、中曽根純也さんがいらしていただいたんですが。今回は、えっ、ー、と、どなたを連れてきていただきましたか。<laughs> はい、えっ、ー、と、今回は、うちの訪問看護花から、えっ、ー、と、中山。 両えっと営業部あ営業部から中山を連れてきましたよろしくお願いしますお願いしますお願いします <laughs> 中山さん緊張してますなんか結構こう YouTube 見てる方はお分かりになるかもしれないんですがちょっと一見怖そうな顔してますよね <laughs> 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 まああの 一応看護師なんですけど、うん、よくたこ焼き屋さんやってそうだねとか、うん、やってそう、やってそう言ってますとか、あのこの前いましたとか言われちゃったりします、ね。<laughs> すごいあのギャップがありますよね。初めてお会いした時も、こん看護師さんっていう感じでしたもんね。あのあイメージとしてはどうでしょう。はい、ありがとうございます。<laughs> はい。<laughs> ぜひあのえっ、ー、と花さんの中で中曽根さんと事業所が違う？ ということですかそうですねあ、えっと、現在は、えっと、中山はですね、はい、あの訪問看護事業部っていう事業部の中の<ー>、えっと、営業部っていうところでちょっとあの営業だったりとか数字の管理とかを、えっと、特化して、えっと、管理してくれる部署に、えっと、配属されていてそちらでですね沖縄であれば技能湾合わせ の訪問看護事業所に店舗あるのでそちらの、えっと、営業の管理だったりとかうん、うん、店舗運営の管理みたいなことを、えっと、やっていただいていますあそうなんですねえ私がお会いしてた時ってあのの時合わせのスタッフあそうですそうです合わせで管理者をさせていただいたんですけども、えっと、この1月からですかね、うん、えっと、まあ、人事異動というかう、ねはい、新しい新設の部署ができまして、まあ、そちらのポジションに、はい

あの研修会場とかでお会いするかと思うんで、<laughs> はい、また今後もよろしくお願いいたします。お願いいたします。機会があればね、うん、現場でもまたお会いできればと思いますが、なかなか難しい。そうですよね。逆にこの二店舗、まあ実務としては、はい、えっと日々常にこうえっ、ー、と訪問に行ったりとかはないと思うんですが、うんうん、まあ突発的なことで、あの中山も経験がすごくあるので、あのまあそういったのでフォローで入って とかっててていいいいいうのでお会いすることはななななわけじゃないんじゃゃんかなって思っ思おりあの去年はすごく中江さんというか中曽根さんというか訪問看護さんにご依頼をすごい私いただきましたんですね。うん、でその中でやっぱりあの心あるお見取りをされて、まあ、その延長でっていうことでケアに入らせて介入させていただいたんですけど。 そういうふうな連絡が中江間さんから来ることはないかもああると思いますいはい。逆に安心しましたカリンさんに入っていただいた方がいいケースだとかご相談していただきたいタイミングでまた店舗の方の管理者さんと相談して 逆に広く見ることになったので今までは1個だったんですけど今、えーとまあ、沖縄は、まあ、ギノワ湾も含めて一緒に見ていくことになっているのでこの件数はかりんさんとかにお願いしようよっていうので、はいまあ、直接依頼する形は逆に増える可能性としては。じゃあじゃあよかったです。うん、今あるのがギノワンと 沖縄市合わせですね、はい、1店舗こ、はい、れからどんどん名護とかもあるかももしかしたら近い将来3人かもしれない <laughs> <laughs> あそういうことだったんですね今度あの1月の20日に、えー、勉強会があるのでちょっと一緒に、ね、告知していただきたいなって思うんですけど1月の20日の土曜日ですね 2>,、うん、2時から、えー、3時。 半になります在宅で見る緩和ケアプロフェッショナルに求められる役割とはグリープケアエンゼルケアについてということなんですがこちらの主催をされるのが主にその花さんたちが、えー、指揮をとっている感じなんですかそうですねうん、うん、あの僕と中山とまあ訪問看護花として関わっているというよりかは、はい、まあこの 在宅で医療というか、まあ、訪問看護に携わる、まあ、有志の集まりでというかうまあ,あとお二、えっと、人菊山さんと平井さんは、はい、訪問看護リパワーのお二人なんですが、はい、まあその4人であの、まあ、有志で集まってという形で、うん、まあ企画をさせてもらっているというような感じですね。 はいえー、と12月の第2週の時も少しご説明いただいたかもしれないんですがちょっとまあ近々の情報になるのでぜひもう一度お話しいただきたいんですけどぜひ1月20日どうぞ先ほどご紹介いただいた通りで、えー、在宅医療ラボという、えー、団体名でその在宅に関わる まあ看護師だけではなくて、まあ、ドクターでももちろんいいですしあの施設で働いていらっしゃる、えー、介護さんだとか相談員さんあとケアマネさんなど、まあ、在宅の,その医療の分野というかあの携わる全ての人を対象とした、まあ、勉強会を企画していましてで今回この、まあ、今年、えっと、4月から3月までのまあ1年 でえっと、おみとり在宅みとり週末期ケアというところに焦点を当てて、まあ、全4回で勉強会を企画させていただいてで今回の案内は4回目の、えー、グリーフケア在宅のみとりについてかりんさんにお越しいただいて、えー、っとその講義をしていただく予定になっています。日日、まあ、日時時は1月の20日土曜日の、えーまあ、受付1時からで まあ講義自体は2時から3時半の1時間半を予定していましてえ場所が宜野湾市の宜野湾情報ベイサイドセンターというところになりますのでまだあの現地参加の方もまだまだ定員が空いていてであとはあの現地にちょっとお時間の都合が合わない方でも Zoom でっていうあのご参加可能いましな方がいましたら Zoom の方も募集してますので。 えっと PTX の方で検索して出てきますのでぜひあのあの看護師だけじゃなくて興味ある方すべての方あの対象ですのでえっとこの機会にご参加いただけたらと思いますよろしくお願いいたします、はい、お願いいたしますカリンさんのホームページにも、うん、そうそう載ってる QR コードを置いてくれてるんですよね、うん、はい私のホームページ <laughs> ぜひ、そちらからも見てみてください。フェイスブックとかでも検索しても大丈夫ですし。うん、えっと、沖縄在宅医療ラボインスタグラム。そうですね、一応インスタグラムも。はい。運営はしているので。そちらの方でも。えー、はい。あの募集をかけていますので。はあ ちょっと質問なんですけど、訪問看護花さんのインスタ動いてないじゃないですか。それはですね、訪問看護ステーション花ぎの、正確にいいますよ。訪問看護ステーション花ぎのわんの。あのインスタグラムが動いていないだけで、合わせは結構活発に動いて。なるほど。はい。じゃあ、在宅ラボさん、在宅か看護ラボさんの。在宅医療ラボ。在宅医療ラボさん。 のインスタはアカウントがあってそれは動いてるちょこちょこぜひこれは沖縄のね訪問看護さんぜひねフォローしていただいてそうなんですよね一番最新の情報とかもチェックできるっていうことですよねこの集まりがもう有志の集まりそうですねメンバーとかにならないといけないとかそういうわけでもなく一切 会会員員でではない会員制ではなないいその時その時のイベントみたいな感じで好き興味がある時そこに参加するそうですそうですああいいですね、はい、うん、えっと、今回の、まあ、お話少しさせていただくと私、まあ、前回もねちょっとお伝えしたかもしれないんですが今回実は初めて着付けの実演ができたらなとそうなんです、うん どうですか訪問看護さん方って現場で着付けやばどうしようって思うことありますえありますあ,あります、ね、めっちゃありますねます <laughs> めっちゃある <laughs> あの持ってこられたお着物をもうもうやばいと思うこともあると思うんで袴とかの時どうしてるんですかえもう終わったと思うしかこれ,これは僕中曽根のあれですけど <laughs>、はいはい スーツとかだったら全然いきますよっ、はい、つってネクタイ結びましょうかとかって実際僕も病院で勤務の時にこの袴か持ってきてくれた家族がいるんですけど、はい、あのおそぎ屋さんにあのお願いしましょうっていうので逃げました。で,、ね、<laughs> できないいすす難しいと思まう中山さんもねもね僕も、うん 結局僕はできないので <laughs> できる自信全くないので <laughs> その時にいた家族さんが、まあ、そういう着付けのお仕事をた,たまたまされてる家族さんでもあったので、うんうん、もうあのなんていうんですか全てリードしていただいて「お任せしますお願いします」うん、っていうので。 それが一番いいいと思いますあっ、うんうん、じゃあもし家族さんがあの「じゃあそちらでお願いします」とかいうふうに全任せされた場合はどうしますやはりあの,あの中曽根純也さん方式で葬儀屋さんまず。ちょっとドキドキしながらやっぱ誰に聞いたらいいかではないですけどいいす、ね、相談する人を、はい、探すか葬儀屋さん頼みになっちゃうかもしれないですね。うんうん 今時代なんでで全力で意外とっていうか多分そういう時代なんだと思うんですけど、うんはい、皆さんもすごい勢いでどういうふうにするのかなっていうことを YouTube で見たりされてるんですが、うんうん、なかなかねあの難しいと思います例えば着付けで特にあの、うん、私がすごく伝えたいのが一番は家族さんができたら 完璧ベストなんですけど誰もできなくてこちらに任せられた場合その方が着付けができる人だと一見いい感じするじゃないですかでも非常に危険でして最近あったんですけど。 なぜか着付けできる方々っていうのは帯をが一番の見せ場なんですよね。着付けする人って帯の形で、あの何か他者とやっぱりあの他者と比較される部分があるので、そうすると帯をお腹側に作りたがるんですよ。なるほどこれすごい問題で何でかっていうと、そこにドライアイスが置けなくて、あのこうボリュームがあるから腹部が腐ってくるのが早いんですね。 でもすげえこれ着付けできる方っていうのはもう私に任せてくださいっていうことでしていただいてると思うので襟とかもすごい綺麗だしただこの襟の合わせとかもあのやっぱり着付けされる方は声帯の着付けされる方なので何かこだわりがあるのか。うん 逆に家族さんに逆にしますかとかあんまり聞かない人も多いしあと襟芯を入れるんですよあのて立っている時はこう襟を立てないといけないので襟芯必要なんですがこれ入れてしまうと亡くなった方にはすごく不向きであの立って前に立ってくるんでねうん、うん、でも亡くなった方っていうのは平坦なのでペタってしないといけないんですよ。この辺りが 絵、絵画のようにならないといけないんですね。そこがあのこう変な風に立って非常にあのちょっとうまくいかなかったりっていうのもあったり、よれるというか、釣れるというか、まあそういうふうな部分があるので、まあそこもお伝えしたいですし、あのできる。これ全部喋っちゃって大丈夫ですこれは一部、一部、まだまだいっぱいあるということです。結局これできる人の注意点ですじゃないですか。おそらく。 できる人は来ないと思うんですよ。な,うん、なので、その注意喚起として伝えてるんですね。で、できない方っていうのは、あの、できないので。基本を伝えられる。そう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 。教えていただきたいですね。本当に、あの、着物っていうのは難しいというか、特に、まあ、袴とかになったら、かなりむずいので。<ー>これは全投げでいいと、思います。あ,あの、葬儀屋さんの納棺師さんっていうのは、私ももともと納棺師上がりだから、わかるんですけど。 あの着付けっていうのを結構ベースでだってほら送り人実演しないといけないからもうそこで何ヶ月も練習するんですねなので袴とかもできるしあとまたクイズとかもねできればいいなと思ってます、うん、あの一番着せにくいのはなんだクイズ気になる一番着せにくいの <laughs> <れ>袴と着物と、はい、以外洋服でも全部合わせて T シャツシャツどれが、うん おう着づ T シャツシャツ着づらいですか？いや全く。全くですね。うん、あのエアリズムとか最高じゃん。最高最高。あのエアリズムが出た時っていうのはだいぶ前からあったと思うんですけど、家族さんがそれをご用意いただいたのはここ10年ぐらいなんですよ。うもうすごい伸びるから画期的ですよね。はい、あのムクムクの方でも。 あなんていう素晴らしい商品をユニクロ素晴らしいなと <laughs> 本当にこのご遺体にも優しいんだなと <laughs> ユニクロさんはやっぱシームレスだから伸びる素晴らしいそう,うん、うん、M を買,買えば大体 L3S もう 2L ぐらいまで対応できますからねあの伸び、うん、私はあのユニクロのエアリズム愛は多分人一倍強いと思います <laughs> いろんな方をね経験してるんで。 そうそういうのとかもね,<え>ね、エアリズムいい、むくみのご遺体とかにもとっても良さそうですね。うん、あの、うん、ああにならない,い、そうそうそう締め付けない。うん、やっぱりあの愛がある家族さんっていうのはね、あのご本人が苦しそうであるというのを非常にやっぱり辛い部分で捉えてしまうので、やっぱりそれは締め付けもダメですし、うん、まあお顔が穏やかになるっていうのは大前提なんですけど、ここの二の腕のあたりとかあるじゃないですか、この肩ら辺とか。 ここういういところがねちょっと苦しそうであるというのは、うん、あの例えば男性とか、まあ、女性に限らずこの鼠径部のあたりとかもそうですよねそうそんなことを考えながらいつも着付けを現場でしているのでそれもできたらなと思いますしぜ<ひ>、うん、そうそういう話をたくさんできればなと思いますね。月日ももうう直近迫ってますからねはいもう 駆け込みオーケーなんでぜひぜひねあのやっぱりそういうことを地域包括でするということが結果その沖縄県の,あの社会貢献になるんじゃないかと思うとあの頑張りどころだなとふと思ったりしてますこういう地道な <laughs> 地道地道な,なん、ね、そうなんですよね。<coughs> あと、まあ、エンゼルケアの時にお話しさせていただくんですけどいつも沖縄県っていうのは全国でエンゼルケア率トップなんですよこれを皆さんにぜひ自信持っていただきたいですしあのそれに際してちょっとね少し、えー、注意点なども伝えられたらなってあの思いますよね、うん、私が大嫌いなワセリンはダメとか <laughs> <ー>しょっちゅう言ってますけど、はい、ワセリンは唇にならいいんですけど、うん も顔とか絶対ねダメダメじゃないかなとそんな感じでよろしくお願いします。心に止めております。ご、うん、めております <laughs>、うんなさい。ワセリンワセリンばっかり言ってるから。<laughs> 私の場合がカリンとワセリンと <laughs> 合ってるけど。ゼヘパリンがいいんですよ、ね。ヘパリンかそうそう。そうそうそう <laughs> こっちまで完璧です。そこまでね、ヘパリン必ず持ってますよね、在宅の人。あれ、何に使うんですか?。抗骨髄。保湿剤としてかなりいい保湿剤というか。あ、でもね、最近、私、あの、ヘパリンに代わる、あの、また新たな。見つけちゃいました。これ、今言っていいもの。いや、これは、最新情報なんですね。はい。そう。これ、マジで。練習の時に。マジでいい。あの、本当に、マジで良すぎちゃって。 いやいつこの全世界に公表しようかと思ってまだ言ってないんですよ <laughs> ツイッターこの X でも言ってないんですよそれくらいめちゃくちゃいい保湿剤をあで今までの,その市販の保湿剤ナンバーワンはあの極潤だと言ってたんですね<ー>極潤推しだったんですが極潤は、まあ、やっぱり買わないとないじゃないですかどの家庭にもあるやつを見つけたんですよ まあ残念ながら、台所にはないんですけど。<ー>私いつも台所にあるもので、全部収めちゃう。あるそうそう、ある程度台所で施工したら、そうそう、あの。うん、何もかもできちゃうような状態なんですけど。これね、伝えたいな、今度じゃあ、1月20日に。解禁。できたらと。い楽しうですね<ー>、うん。すっごいいい。いお遺体に。めっちゃいいやつ見つけました。うん うん、皆さんが昔から知ってるやつですねしかも <laughs> 知らない日本人で知らない人はいないと思うえ<ー>もうあまりにも良すぎてやっぱりあの大元の会社にメールしたいですもんいそれくらいいいやつを <laughs> ご遺体に優しい,ご遺体に優しい私基本ご遺体に優しいの好きなんで、うん、だからユニクロもあのエアリズムだし、うん、あとあのアイシャドウとかもね、えー、とインテグレードの,あのパレットカラーパレット めっっちゃいいなと思て体体にに優しい、優しい発色がいいんですね、この冷たいご本人にもいける、おそらくたまたまだと思うんですけど、そういうふうには考えられてないんで、インテグレートいいなって、そんなこともね、話しながら、もうね、研修のあすから使える、本当にそうですね有益な内容になってるかと思うんで。うん 楽しみですねぜひ参加していただいて。じゃあどうでしょうか、えー、最近の、えー、じゃあちょっと全然話は変わるんですが中山さんのなんかニュースをお願いしますすそうですね僕も直近でまた見取りがあったんですけどもちょうどまあ1か月たってないぐらいですかね12月のお話なんですけども、はい、えっとまあ心不全の。 終末期まあ心不全末期の方でえまあ病院でもなかなかそのこの心不全のコントロールがなかなかうまくいかなくてなかなか自宅単位まで持ってこれなかった方がいよいよもうあの心臓が止まりかけてるっていうところでまあご家族さんがやっぱ家に連れて帰りたいっていう強い希望がございましてえとまあ病院とまあ在宅とまあ一体になってチームになってえっと自宅単位できたケースなんですけど。 自宅に帰ってこられてから先生からの説明があったりしてで親戚とか、まあ、息子さん娘さん、えー、お孫さんとか、まあ、いっぱい集まってて15人から多分20人ぐらいこの家の中集まっていろんなお話やまあ兄弟なんかでも「今日じゃ誰が泊まりの当番する?」とかいろいろお話されてたんですけど、まあ、そんな中まあ あの,酸素の業者ささんん来ててて家族さん説明してたりまあ先生たちもまあ書類のサインを家族さんから頂い,いたりしててまあ我々この訪問観光の方はまあ最後でまあ一番最後までいるから最後にちょっと書類のサインいただきましょうねってところでちょうどあの契約書のまあエンゼルケアっていう部分がやっぱりえっと保険診療外になってしまうのでえっとそのお亡くなりになられた後のケアっていうところでまあ保険診療しあの 医療保険ではちょっと使えない自費の,の部分になるんですけど、まあ、そこの説明をちょっとしていた時にちょっと不謹慎かもしれないんですけどえー、っと、まあ、ちょっと今息が止まりそうだから来てっていうことで僕スタッフと2人で対応してて1人はあのあのご利用者様のそばにずっとついて対応しててで僕はあの契約書のサインをあの説明をしてたんですけども。 そこでエンゼルケアの説明をしてて、まあ、これってでも葬儀屋さんがやってくれるよねって家族さんの長男さんに僕説明したんですけどまた次男さんの方がちょっと横から、うん、えっとこれもう二重料金になっちゃうからもったいないから、まあ、いらないよねみたいななんて話をしてる時に息が止まりかけて、まあ、みんなで急いで対応し,対応したっていうか、まあ、急ぐこともないんですけど。 えとまあ、あのお体を、まあ、あの心不全でちょっと横になってると苦しくなるんで本人さんが座りたいとあのちょっと座らせてくれないっていうので座るお手伝いをしたらちょっと息呼吸が浅くなってしまってであのもう泊まりかけてたんでまた横になってもらって楽な体勢を作ってでも家族さんみんな声かけて集めて、えっと、しっかり声かけてあげてねとか手を握ってくださいね っていうのであの、まあ、皆さん涙されながらすごくいい、まあ、最後の時間を迎えられたんですけど、まあ、あのでも我々としてはあの結局あエンジェルケアのお話同意えてないではあるんですけど、うん、まあ看護師としてあの医療人として、えーまあ、在宅やってるものとしてはもうやらないわけにはいかないですし、まあ、先生に一歩。 まあ連絡をした上えでまあ先生も到着がまああの死亡診断書などあの作成してから準備して向かいますねってことであったのでまあ1時間弱まあ1時間前後かかりますってことであったのでまあ先生に確認をとってまあできる範囲であのお着替えの方とかえと家族さんと相談しながら進めていただければお願いよろしくお願いしますってことで依頼があったのでまあもうこれはもう間髪入れずにというかもう僕たちはもうやりますっていう前提でもうあの道具なども準備していただいて。 もすごく15人20人弱の,その家族さん集まってたのでもうみんな一緒に参加してもらいながらあのこの半年間この方入院してて、うん、半年ぶりの自宅だったってところで、うん、やっぱ久しぶりに帰ってきてよかったねとかあのお帰りあの帰ってこれて本当によかったよねっていうこのねぎらいの言葉をかけながら、まあ、家族さんも涙されてたんですけどまあ結構家族関係もいろいろ複雑な方だったので。うん 最後の方まで、まあ、あのご利用者さんは男性の方で、えっと、80代だったかなで奥様の方があのちょっと連れて帰ることを最後までちょっと決めかねていたと,いところであるんですけどで本当に奥様の方からもあの本当に連れて帰ってきてよかった、うん、主人も喜んでると思いますっていうところで本当にこの場にいた全員があの帰ってきてよかったなっていう症例ではい何て言うんですかねあの 僕らもそのエンゼルケアって何すんのっていう話のもうちょっと待ってたんですけど、うん、その次男さんからもあとで。でえっとり、はい、あの次男さんからも、まあ、説明はするけどなかなか言葉ではうまく伝えきれない部分もあったりするんですけど、まあ、こういうことをさせていただいてて。まああの ご葬儀屋さんでもエンゼルケアっていうのは対応できるんですけども、まあ、先生への到着はここから1時間たって1時間後に先生いらっしゃって、うん、で、えっと、そこからまあ死亡診断をされて、えー、葬儀屋さんにご連絡をしてから来るまでに時間のロスもあったりでその間死後硬直も始まったり、うん、いろいろあ,のあるのでまあ,あのそ,それらが始まる前にあのなんていうんですかねそのお見送りの準備というか。 そういういいいことをさせててただいてますってところででご葬儀屋さんがどこまで対応してくださるか僕らも詳細は分からない部分はあるんですけど、えーっとまあ、おそらくあの、まあ、カーテン閉めてというか、まあ、こちらでやっとくんで終わったら声かけますねという形になるんですけど家族さんも一緒にできるというのがやっぱ訪問看護のまたエンゼルケアの強みなのかなというところであのすごくいいあのお見取りができたなという症例がありましたねありがとうございます。はいすいません 中,中曽根さん先輩になるんですか中曽根さんはぜひ今のすごい良い症例のお話、はい、どうでしょうか感想をそうですねまあ本当にえー、っとなんて言うんですかあのご自宅で迎えるこのおみ取りっていうのはやっぱ一人一人あの家庭に合わせああんていうかその個人に合わせて。 あのいろんなことができるので、まあ、本当毎回毎回素晴らしいなって、うん、あの思って見ているし同席させてもらっているので、まあ、本当にねあのお家に帰って亡くなりたいとかお家に帰って過ごしたいっていう人たちを一、えー、人でも多く支援していけたらなっていうふうに思っているのであの本当に素晴らしいな在宅のおみとりはと思ってます。ありがとうございますじゃあこれにて <laughs> おもかげクラブは終了しますがおもかけラジオかえっ、ー、と1月の20日ですねぜひ皆様ホームページなど弊社のホームページチェックしていただいてみんなで一緒に勉強しましょうはい,はい中山さん中曽根さんありがとうございましたありがとうございました,あり,ましたありがとうございます